血小板製剤を出庫する前にはこのようなスワーリング検査を行います。これはバッグを蛍光灯にかざしゆっくりと攪拌した時に見られる渦巻き状のパターン、スワーリングを確認しています。血小板として本来の働きがある場合はこのようなスワーリングが現れます。しかしその働きを失ってしまったものだとスワーリングは現れません。